岩山神田山笠は、福岡県京都郡神田町の宇原神社の信仰行事の一環として行われる。この行事は、毎年旧暦8月1日から15日に、金おろし、出し組み立て、煉納、明かり山、信仰等の一連の関連行事が実施される。神田町の宇原神社信仰祭の締めくくりにあたる神田山笠は、504年の歴史を持つ。 記録によると、中世は、村々から笠箱を繰り出していた。山笠になったのは16世紀末。大正時代に、柿山から、現在の出汁に変わった。素朴ながら、山笠の原型を伝える数少ない様式とされ、昭和48年、県の無形文化財に指定された。祭りは9月18日の金おろしに始まって15日間、続く。慶長の頃、 信仰の形が整えられたと伝えられ、足の葉に塩を浸す塩か書き、うじこから募集するレンガ法のおとうに、古さを残しているが、特に飾り山に特徴がある。3メートルくらいの台車に岩山を作り、車と人形、作り花が置かれ、さらに髪型に、ほて花と称する竹に色紙を挟んだよりしろが3本、建てられる。総高が15メートル近くなる壮大な出汁である。 旧暦8月15日に14区から信仰に従い、浮き殿に勢ろいする。台車は毎年使用されており、文化6年、文化11年、天保12年等の名が見られる。県内の飾り山の中では特に古い部分が残されている。神田の信仰祭は、宇原神社演技によれば1442年に初めて信仰が行われたとされる。縁起には、 慶長2年8月15日に行行式を改め、法上会と合す。これまでは、笠さぼこばかりであったが、うじこ村村より、ほ山が出るようになった。前日14日に、上り取り立て、太鼓、金にて片中に書きし書きが行われたとある。1597年からは、法上会として、ほ山や宮町がみこしにぐぶしているが、さらに1719年には、 8月15日疑恩会、とあり、鉾山高さ一条取り、横五尺四方、甲覧あり、飾り大幕水引けを建物、り山、作り花、人形、造物、立章、太鼓にて山書くこと村々人別出て書き、お旅所へ出るとある。山笠になったのは16世紀末。大正時代に、書き山から、現在の出しに変わった。素朴ながら、 山笠の原型を伝える数少ない様式とされ、昭和48年、県の無形文化財に指定された。祭りは9月18日の金おろしに始まって15日間、続く。現在の祭りは10月第1日の新興祭から、行事を逆算して、金おろし、レンガ奉納、2日のちょ山笠、上り山笠、東和渡しへと続く。 出荷する山笠は超鎮山登山飾り山へと同じ山がそれぞれ飾り付けによって姿を変える。神田山笠は台車に岩山を作り、車と人形や造花が置かれ、その上にホテバナと呼ぶ竹がより城として三本建てられるのが特徴である。新高祭の中心行事は、宇原神社から三輿が神事町である、旧宮,宮所の浮殿の地への行行行で、 三越の友をして十四区の宇治子が、思い思いの衣装を凝らした飾り山を引いて、神事情に勢揃いする。三越が人へ着いた後、宇治子が山笠と山笠を激しくぶつけ合う喧嘩山笠となる。山笠の形は三種類に変化する。形態別に明かり山、登山、岩山と分類される。対象に新職が描いた、神田山笠の図刀山。神田山笠は三つの顔を持つ。 まず、夜の顔。9月27日と29日の夜、出汁は約220個のちょに飾られた明かり山として姿を見せる。鐘と太鼓に生やされて揺らめく明かりが街を巡る。変わって10月1日は,は昼間の顔である。上り山出汁は色とりどりの上りを立てた上り山に一変する。簡素で、それでいて華やかで、古い時代の祭りを忍ばせる。 明けて二日、出汁は再び変身する。巨大な岩を背にした人形が、ホテ花に包まれて台座に座る。岩山笠と呼ばれる飾り山は、各地に伝わる山笠の原型をとどめた形式とされている。昼過ぎ、町役場前の広場に十四機が勢ぞろいする。飾り付けの審査とデモンストレーションが進む間に、広場を囲む人垣は二千人、三千人と膨れ上がる。 午後3時、鐘、太鼓が鳴り響く広場を、ダシが車輪をきしませて走り始める。千人近い男たちが入り乱れて駆け回り、ぶつかり合う。海の荒れ暮れの息遣いが、地響きと共に伝わる。現在は、各区若手の振興会組織が中心となって、役場広場で申し合わせにより付き当てをする形式になっている。ありがとうございます。